こんにちは、八代あかねです。今回も文具女子博2022のプレミアムタイムに参加した時の戦利品をご紹介したいと思います。今回ご紹介するのは、前回本来ご紹介するはずだったもので忘れてしまっていたもの、そしてスタンプとペンをご紹介したいと思います。それでは、前回ご紹介し忘れていたこちらのパラグラスさんでの購入品、こちらになります。じゃーん、3色パラグラスさん初のオリジナルインク、こちらもゲットしておりました。このインク、文具女子博が始まるかなりギリギリに告知されて、もう買い物リストを作っていた私としては、マジかっていう感じだったんですけれども、3つ悩んで悩んでゲットしました。1個2500円するインクなのでね、ちょっと3つ買うと結構予算的にやばいって感じだったんですけれども、どうしても欲しくて買ってしまいました。パラグラスさんのブース、基本ガラスペンの方はやっぱりね、数が少なくて争奪戦っていう感じなんですけれども、こちらのインクはガラスペンに比べるとそれなりに置かれておりました。他のものに比べると瞬殺っていう感じではなかった気がします。それでは見ていきましょう。まずね、こちら告知でも一番最初に告知されたストロールインザエアーですね。このパラグマの旅をイメージしているインクらしいんですけれども、ペガサスかユニコーンかちょっと忘れちゃったんですけれども、パラグマがね乗っている夜空の感じをイメージしたインクになっていると思います。このパッケージもめちゃくちゃ可愛くて、パラクマインクっていう名前みたいで、この周りがパラグラスさんのガラスペンがモチーフになっているのもすごい可愛いですよね。箱はねパール調になっていて、もう箱自体もすごい飾っておきたくなるような可愛さになっております。めっちゃ可愛い。中身はじゃじゃーん、おー、かなりごつめの立派なインク瓶ですね。すごい縦縞が入っているおしゃれな瓶になっています。あ、すごい、ラメ、金色のラメがブルーの中にめっちゃ綺麗に入っております。振らない方がラメ見えやすかった、ごめんなさいステッカーがこんな感じですね。めっちゃ可愛い。今日は紹介するものがいっぱいあるので試し書きとかはしないんですけれども、また別の動画でインク使ってる動画出したいと思いますので、よかったらチャンネル登録してお待ちください。めちゃくちゃ綺麗ですよね。もう瓶から見てもすごい深いブルーで吸い込まれそうな綺麗な色になっております。私はラメインクがすごい好きなのでついつい集めちゃうんですよね。そして二つ目がこちらになります。かわいいウサギさんとパラクマが一緒にいるステッカーになっていて、ブラッシュドっていうタイトルのインクになっております。箱はね全部一緒ですね。かわいい。こちらはかわいらしいピンクのインクだったかな。じゃじゃーん、開けるとこんな感じで、もうほんと飾っておきたくなる可愛さですよね。おー、こちらもすごいラメが入っております。これもゴールド系のラメっぽいですね。あー、すごい。これ多分色すごい分かりやすいと思うんですけれども、キラッキラですね。うーん、おーピンクの色合いもビビッドとかどぎついピンクじゃなくて、この花びらみたいな、ブラッシュドっていうタイトルなんで赤らんだ頬みたいな感じの色合いなんだと思うんですけれども、めちゃくちゃ可愛い色ですよね。すごい素敵。 30ml なんでね、結構あるかと思いきや、なんかあっという間になくなってしまいそうで怖いんですけれども、大事に使っていきたいと思います。ちなみにこのインクたちは水性染料ですね。まあ、ラメが入ってるのでね、万年筆には使えないと思うんですけれども、こちら3つ目、チアースって書いてある、かわいいサイダーみたいな色ですね。ペンギンさんとパラクマさんが乾杯してます。チアーズっていう名前のインクになります。これはラムネペンとの相性がやばくいいんじゃないでしょうか。じゃじゃーん、こちらも可愛いステッカー。色味が、うわー、すごい、シルバーラメだ。シルバーかな、青かな、青ラメかな。すごい可愛いですね。もっさりラメ入ってますこの色もすごい良さそう。可愛いですね。すごい良かったかって、すっごい悩んだんですよね。やっぱ1個2500円、インクとしては普通なんですけど、ガラスペン買う予定だったのでね、ちょっと予算的にうーってなったんですけれども、3つ思い切ってでも購入して良かったです。こちらはパラグラスさんのウェブショップでも後で発売されるらしいのでね、文具女子博行けてない方も、逃しちゃった方もぜひゲットしてみてください。さあ、もう一つご紹介忘れたのがこちら、じゃん、笛木くん、
イエーイ。これへそ文さんのブースでくじを引いたところなんですけれども、そこでね、植木くんのこの容器が欲しくて中身も好きそうなやつないかなと思ったら、いちごのど飴の植木くんを発見したのでこちらゲットしました。これね、そう、福岡限定なんですよね。あ、多分福岡とかに行く高速のパーキングエリアとかにも置いてそうな感じなんですけれども、このパッケージすごいですよね。アマオウの果汁入りいちごのど飴、しかもこのいちご飴じゃなくてのど飴なところがいいなと思って購入してしまいました。このパッケージすら可愛い。開けましょう。言ってるそばからパッケージを切ってしまいました本命はこちらなのでね、じゃーん、可愛いです。植木くんのパッケージにピンクの帽子ですね。いちごだからかな。可愛い。他にもパイン飴があったんですけど、パイン飴がなぜか真緑の植木くんだったんですよね。ちょっと初めて植木くんの容器買うにはハードルが高い真緑だったのでこっちにしました。パイン飴大好きなんですけどね。開けましょう。じゃん、あ、すごい小分けで入ってる。6個入ってますね。6個。いちごのど飴、なんかちょっとパッケージが梅の小梅ちゃんみたいな感じのパッケージになってますけど、いちごののど飴ですね。かわいいな。1個食べちゃおう。うん、めっちゃいちごです。今びっくりした。思ってるよりいちごですね。あ、しかものど飴感もすごいある。普通に美味しい。ちゃんといちごの果汁を感じるいちご飴で、舐めてるとスーッとするんですよ、のど飴要素。すごい、これは思ってる以上にいちごのど飴のクオリティが高いです美味しいです。これはね、プレゼントでもめっちゃ喜ばれると思う。パッケージもその後使えるし、これ確か500円ちょいぐらいだった気がするんで、本当にお土産にちょうどいいと思います。じゃん。そしてもう一つ忘れていたのが、こちらの下島の限定キーホルダーセットですね。シンシアさんのブースでくじを引いたので、下島ブースでの買い物は特にリストに入れてなかったんですけど、もうこのパッケージを見て購入してしまいました。このパッケージ自体はね、前の文具女子博でも売られてたと思うんですけれども、その時購入してないので今回購入しました。中のセットは結構まちまちで、大まかな内容物は一緒だと思うんですけど、この付箋ロールがボトルキャップマスコットみたいになってたりとか、このシールの絵柄が違ったりとか、このロール付箋でも3種類ぐらい柄が違うものがあったりしたので、好きなのを選んできました。開けてみましょう。じゃーん。こちらお値段が1320円ですね。まずこの付箋めっちゃ可愛いですよね。ワクワクって書いてある。ワクワクこのレトロな感じがすごい可愛い。30枚綴り385円です。元の値段もね、普通に良心的だと思うんですけれども、どれぐらいお得なんでしょうかね。これがロール付箋、紫と青があった気がします。私は黄色を選んできました。こちら660円。まあね、ロール付箋結構高いですよね。でも使えるんだちゃんとミシン目が入っているので使いやすそうです。すごい可愛い、すごい可愛い。一応ここに全部の柄が入っております。可愛いね。もうこれで1000円でしょで、次がこちらカットマスキングシールということで、もうすでに切られてるマスキングテープみたいな感じですね。これはでも1枚しか入ってないのかな。2枚か。この絵柄で2枚入っててるだけなので、ちょっともったいなくて使いにくい気がするんですけれども、これで330円。これが一番割高な気がする。マスキングテープ1ロール分ぐらいの値段で2枚しか入ってないってことですもんね。そういう計算しちゃいけないんだろうなでもめっちゃ可愛いです。もうこれで1300円はいってるんで、もうこっからあとはおまけみたいなもんですよこれが可愛い、プレゼントとかに良さそう。ジッパーバッグ、ハッピートーイっていう柄ですね。かわいい。550円。大サイズ3枚と小サイズ5枚。この小サイズ5枚はすごいプレゼントに良さそう。こっちは大事に使いたいな。そしてこちらがレターセットクリアファイルチェリーということで、封筒が5枚と便箋が10枚。おー、すごいすごい。こういうことか。チェリー柄のね、封筒と便箋が入ってて、それがクリアファイルに入ってるので、これ使い終わった後もね、クリアファイルとしてしっかり使えますね。
これ715円。もうめっちゃノート取ってますよ。これ超おすすめセットだ。で、こちらがストップペイル柄のショップバッグですね。かわいい。これ使えないよ。かわいくて。これ一枚一枚これ絵切って貼り付けてもめっちゃかわいいかもしれない。袋としてはね、なんかもったいなくて使えないので。かわいいですね。これはね、値段書いてないです。さあ、そしてお楽しみがこちら、イベント限定品のアクリルキーホルダー。どんなのが入っているのか開けてみましょう。この限定じゃない柄のアクリルキーホルダーは以前購入したことがあるんですよ。ウサギが出た気がする、その時。今回、あ、これちゃんと値段書いてある。550円って書いてある。でもこれはイベント限定なんでしょうね。え、これもランダムなのかな？いきます。じゃん。あ、かぶっちゃった。え、本当に？かぶったの？じゃーん。これが以前私が買った方のアクリルチャームです。かぶってるんだ。あ、そうか、私は何か勘違いしてました。このイベント限定アクキーってこのパックにしか付いてないキーホルダーなんだと思ってたので、かぶらないと思ってたんですけど、ここに入ってるのは個別で売ってるイベント限定のアクリルキーホルダーのどれかが入ってるってことなんですね。なるほど。ということは、選ぶバッグによって入ってるものが違うということですね。わー、まさかの被りか。残念。さあ、それでは本題のスタンプとペンをご紹介していきたいと思います。まずはペンからにしようかな。ペンがこちら、じゃーん。狙ってる人も多いんじゃないかなと思う、イルミリーのペンですね。私は B セットを購入しました。これもね、すごい可愛いペンですよね。擦ると色が変わるボールペンなんですけれども、5本セットになっていて、私が買った B セットはボールペンタイプですね。 C セットがマーカー5色で、 A セットがボールペン3色なんですよね。なぜか A セットだけちょっと割高になっているんですけれども、こちらのこの擦るとね、色が変わるんで、そのためのラバーだと思うんですけど、これは色が何色かあって、さっきのこのビニール袋に入ってるので自分で選んで買うことができました。事前告知ではね、色はお選びいただけませんって書いてあったんですけど、まあ、紫が入ってたりピンクが入ってたりっていう感じだったので、どの色がいいかなって自分で選んで購入することはできました。こちらもね、試し書きはまた別の動画でやりたいと思います。まだまだ紹介するものがあるのでね。でも、もうこのパッケージからしてもすごい可愛いですよね。こんな感じで変わる色味も書いてくれてますね。すごい、めっちゃ可愛い。フリクションがすごい好きなので、これはこれでまた新しいお気に入りができそうです。で、ノベルティがアンケートを答えるとこのスタンプがもらえます。じゃん、こんな感じ。これはね、全部四つ葉のクローバーだったと思います。フリクションのスタンプと多分同じような形式ですね。これも色が変わるスタンプになってますね。色が薄くなるのかな。そしてこちらもノベルティ、めちゃくちゃ可愛い箱になっております。これは ABC のどれか1セット買うと1個もらえるよっていう感じで、緑の箱とこの紫の箱の2色のどっちか選べる感じでした。これも立派な紙箱ですよね。開けるとこんな感じ。ここまでがっつり分厚い紙ではないので、乱暴に扱うとすぐにへこんだりしちゃいそうではあるんですけれども、ツルツルしててこの金の箱押しがすごい立派で、こういう感じで引き出しタイプになっています。分厚い高級なお菓子が入ってるような、あのしっかりとした箱をイメージされてる方はちょっとがっかりするかもしれない感じの薄さではあるんですけど、まあ、引き出しタイプのね、箱なんで、すごい使い勝手はいいと思います。まあ、ただでもらえるんでね。ペンでも入れておきましょう。それではスタンプいきます。こちら、ちょっと混雑してきたので、物がちょっと見切れるんですけど、こちらですね。子供の顔さんと、あとビバリーさんで購入しました。私はこれを子供の顔さんのブースでゲットしたんですけど、ビバリーさんのブースでも、このハンコと、確かこのスタンプパッドだったかな、が売ってたんですよ。ただ私が行った時にはもう売り切れですになってて、だから子供の顔さんでゲットしたんですけど、で、このシマエナガのインクボトルのハンコはビバリーさんで見つけました。子供の顔さんでは売ってなかったです。
同じ商品が置いてある違うブースがあるっていうのをちょっと初めて知ってびっくりしたんですけど、なので片方のブースで売り切れててももう一つの方では売ってるっていうことがあるんだなと思って購入しました。これめっちゃ可愛いですよね、クリームソーダ。こっちがもともと発売されてた限定のスタンプパッドになっていて、ウォーターカラーシフォン、これは顔料系の水溶性インクなんですね。でこっちが一番キンキンに発売された限定のインクになります。アトリエ文具インクですね。ちょっとくすみカラーの大人の色になっております。これも顔料系水溶性インクになります。グラデーションね、すごい可愛いですよね。このね、クリームソーダのインクパッドめちゃくちゃ軽いんですよ。こんなにいっぱい色がついてるのにすごい軽いので持ち運びでも重くない。こっちの方がちょっと重いです。多分ケースのせいかな。これもね、試し押しはまた別の動画でやろうと思います。これめっちゃ使いやすそうですよね。この動物枠とリスト、私はインクカードも自作で作っているのでこういうの使えたらいいなと思って購入しました。裏はこんな感じ、真っ赤なゴム印ですね。でこれがシマエナガのインクボトル、かわいい。白いゴム印なんでなんか汚したくない気がするんですけど、ガシガシ使っていこうと思います。さあそして最後こちら、私の大本命だったアリサ&赤メガネさんのレディーシーコレクションの秋の新作スタンプです。オフィシャルウェブショップの方で発売された時に買おうか迷っちゃったんですよね。で一回諦めて、そしたらやっぱりどんどん欲しくなってきちゃって、でももうウェブショップの方だとこれ売り切れなので買えなくて、頑張って文具女子博で購入しました。でもかなり在庫用意してくれてるっぽかったので、後の方にもう一回覗きに行ったんですけど、まだね残ってました。なのでね、欲しい方でウェブショップで買えなかった方もゲットできたんじゃないかなと思います。箱も可愛いですよね。私は春のコレクションも持ってるんですけれども、すごい可愛いですよね。夏と冬はちょっとお金が余裕できたら買おうかなって思ってます。ちなみに冬の見本が文具女子博に置かれてました。もうねネットでは発売されたみたいなんですけれども、文具女子博では冬は購入できませんでした。スタンプこんな感じです。早く使いたい絶対スタンプを使う動画を撮りたい。これでね、お花のブーケがすごい綺麗に作れるっぽいのでめっちゃ楽しみです。あとね、この落ち葉のスタンプがすごい欲しかったんですよ。ただこのレディーシーコレクションなんか単品売りしてないっぽくって、これだけ買うことができないっぽかったんですよね。なので思い切って買いました。このね、レディーシーコレクション数も増えてるんだと思うんですけど、コレクションごとに値段が上がっていってるのでね、ちょっとうって思ったんですけれども、可愛さに負けました。めっちゃ可愛いですよね。裏はこんな感じ、綺麗。この使ってない綺麗なスタンプ見るのもすごい好きです。大事に使っていきたいと思います。あ、押した見本がこんな感じになってる、すごい可愛いですね。ブーケこれすごいですよね。スタンプ押すだけでこれができるんですよ。絵が描けない私としては最高ですねそしてアリサ&赤メガネさんのブースでは SNS ねフォローするとこのステッカーがもらえます。この魔人さんがね、次の新作のシリーズらしいです。めっちゃ可愛いですね。この煙の中にも猫がいるんですよ。最高か、可愛い。またね、実際に使っている動画は別に撮りたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。